私が好きな漆あるいは金貝こういった素材っていうものを美しさこれをできるだけ全面に出していきたいってやっぱり言葉が通じなくても文化が違ってもその美というものを通して地球上の人がやはり 幸せになり美しく感動してもらえるっていうところに思いを込めてあのハープは作ったんですね。でやはり私の作品も実は見ていただくことがとっても重要なんだけど実際にはやはり使うという機能をきちっと持つそれが私の一つのものづくりのコンセプトではあるんですね。